カイラークの創業は1970年、東京府中市に第1号店をオープン、来年50周年を迎えます。現在国内および台湾におよそ3200店を展開。ブランドは20を超え、お客様のあらゆるニーズにお応えしています。年間およそ4億人ものお客様がスカイラークグループのレストランに来店。社員、パート、アルバイト合わせておよそ10万人の従業員で運営しています。いらっしゃいませ。2018年の売上は3664億円。こうしたスカイラークの規模を支える根幹が、長年の知識と経験を蓄積した独自の垂直統合プラットフォームです。調達、生産、検査、物流、提供に至るまでを自社で行っています。レストラン事業の要となる食材は、世界からよりすぐりの原材料をスケールメリットを生かして調達。全国に10カ所あるセントラルキッチンに集約し、新鮮なうちに一次加工します。美味しさを封じ込めたまま毎日店舗へ配送。同時に自社の食品検査室で各生産ロットから抽出した食品検体の検査を行っています。この一貫した仕組みがスカイラークのビジネスモデルの中心にあります。人に優しく、社会に優しく、環境に優しい、 ESG への積極的な取り組みがスカイラークの持続的な成長を支えています。 ESG とは、企業が成長を続けるために必要な3つの観点、環境、社会、ガバナンスへの取り組みを通じて長期的な成長を目指しています。スカイラークの環境対策、2018年からガストで石油由来のプラスチック製ストローを廃止、ご要望のあるお客様には植物由来のバイオマスストローをお渡ししています。ダイバーシティの推進、年齢、性別、国籍にかかわらず誰もが活躍できる職場を目指しています。転勤がなく地域に根ざした働き方をする社員も数多く活躍しています。プライベートの充実、健康、そして教育、人材の定着率向上につながる良い環境づくりが始まっています。スカイラークは地域社会の一員であることを忘れていません。日常的なことだけでなく、災害時にも地域のためにできることを考えています。地球環境と社会、そして人への尊重が持続的な成長を可能とするのです。来年創業50周年を迎えるスカイラーク。日本の外食産業のパイオニアとして礎を築きました。さらに次の50年へ向けて、その第一歩を踏み出します。スカイラークのさらなる挑戦、 IT やデジタルを駆使したマーケティング戦略も軌道に乗り始めました。さまざまなブランドアプリを統合したスカイラークアプリは1800万ダウンロードと圧倒的な支持を受けています。店頭はもとより、デリバリーでのキャッシュレス決済もすでに実用段階に入っています。 AI を活用するデジタルメニューも試験導入が始まっています。店舗の立地やその日の気象条件、さらにお客様の好みに合わせて適切なメニューをご提案するという画期的なデジタルメニューの登場は、これまでの外食の概念を変えていきます。店舗のリモデルにより、店舗環境を常に新しく、気持ちよく、使いやすく、
既存店への投資も継続的に行っています。他のお客様に気遣うことなく過ごせる個室の設置、フリー Wi-Fi や電源コンセントの設置、時代やニーズに合わせた設備を導入しています。もちろんレストランの主役、味もバージョンアップしています。スペシャリティコーヒーが世界的なブームとなる中、定番のコーヒーは豆から、人気メニューのピザも粉の配合から見直し、専門店の味をしのぐほどの進化を遂げました。お店の味をご家庭で。近年成長著しいテイクアウトとデリバリーサービスには、さらなる投資をして利便性と効率性を高めます。社会やライフスタイルの変化に合わせた販売チャネルの拡大はスピード感を持って実践しています。少子高齢、世代交代、地方創生、都心での新規出店や地方における既存店の業態転換も成功。綿密なエリア調査と時代を読み切った戦略の成果の賜物です。今年1月から展開した麺屋ガストをはじめ、話題性の高いマーケティング戦略も次々に投入、ブランドを常に進化させています。スカイラークの次の50年を見据えた未来への歩みは、早く、力強く、挑戦を続けていくことがスカイラークのビジネススタイルです。